自認か自殺か、ついにこんな過激な発言まで飛び出したアメリカの保険最大手、AIG の巨額ボーナス問題。新たに幹部社員73人に1億円以上、最高で1人6億3000万円のボーナスが支払われたことが明らかに。<coughs> オバマ大統領も起こった巨額ボーナス AIG は優秀な人材を引き止めるために支払ったと説明していましたが支給後1億円以上受け取っていた11人が退職していたことも判明しました。 議会では、決税を取り戻そうと、ボーナス90%以上に相当する税金を課すウルトラシーも浮上。現地時間の18日、議会の公聴会で、AIG のリディ会長が証言する予定です。